今日チャンピオンシップ初日を迎えますが、今日から着用する選手のユニフォームはチャンピオンシップのこのワッペンのついたユニフォームになっています。ぜひ注目してください。チームでここまで、たたきたものを出す。自分たちのチャレンジね、この最高の場で、もう一回みんなで、チームで戦ってきたところを証明するいいチャンスだから、一人一人がしっかり自分の仕事を全くして、ステップアップして、まずこの試合、勝ちましょう。ファールで、最後、もったいないね、ファールとかしないようにしよう。ディフェンスリバウンド、リーグでも一応トップクラス、これがプライドオフできれば。あっちが警戒しているトランジションにつなげることができるからね、もう強くフィニッシュする、強くプレーする、自信を持って続ける。シュートで終われればかなりチャンスあるから、特別なことはもうこのプレーオフだからってしないし、この場で自分たちが積み上げてきた、一人一人が積み上げてきたものを出す最高のステージだと思います。もうあとは自分たちがやってきたこと、自分を信じて、仲間を信じて、ハードにプレーしよう。この最高のステージはね、みんなが勝ち取ったもんだから、もうあとは楽しむ権利があります、みんなには。それを個人じゃなくて、チームでね、表現しよう。もうね、あと失うものもないし、やるだけです。やってみましょう。はい、行こう。Play hard, have fun, let's go! Yay! Yeah.
10番から14点上げてるのと、セカンドチャンスで13点上げてる。でそこはやっぱプライド持ってやんないと。プレーオフだよ、プライド持ってるよ、そこちゃんと。絶対いけるよ、7点。それから、もう一回、前のセットして、後半へ。持ってやろう、持ってやろう。調整はついてる。まあ、本当に、まあ、アウェーということもありますし、まあ、入りすごく相手の勢いに飲まれかけたんですけど、やっぱりそこでチームとしてこうもう一回しっかり立て直すことができて、まあ、特に前半終わってからやはり後半のハーフタイムでしっかりとディフェンスやろうというところと、まあ、無駄なターンオーバーなくして、まあ、地道に、戦っていけば絶対自分たちが勝てるということをチームの中で話し合ってたので、まあ、勝てる、その後半いいバスケットができるっていう確信はありましたし、まあ、そういった中で本当に勝つことができてよかったかなと思います。そうですね、本当に、まあ、この1週間、まあ、自分ができる最大限の、準備はしたと思ってたんで、本当に試合に出て、まあ、どんな形になろうとそれは後悔ないなと思ってましたし、まあ、何より、まあ、ヘッドコーチがまあ、ベンチメンバーとしての配慮だったり、プレイングタイムの制限であったり、本当にいろんなことを配慮してくださった部分ですし、本当にいろんな方に見てもらって、やっとというか復帰できたことではあるんで、本当にたくさんの方に感謝したいなと思ってます。チームとして初めてのチャンピオンシップということで、まあ、序盤なかなか苦しい、展開がありましたけど、まあ、前半を7点差で折れたっていう部分が、一番、後半に向けて良、かったかなと思いますし、まあ、後半、自分たちの波が来るっていうのは、試合前から分かったんで、まあ、本当に難しい試合だったんですけど、初戦を取れたっていうのはとても大きいと思います。まあ、苦しい時間、特に前半もそうですし、踏ん張れたのは、皆さんの
応援のおかげ、声援のおかげだと思いますし、まあ明日、そういう方々の思いっていうのを、コート上で、僕たちがしっかり体現して、全員で、次のステージに、迎えるように、戦っていきたいなと思います。まあ、大体想定内のローテーションだったというふうに思います。まあ、いろんなことがあったんですけども、その中でしっかりと組み合わせの中で選手たちが、パフォーマンスを出してくれた、ステップアップしてくれた、そんな素晴らしい面が見れたので、チームとしてしっかりと一人一人がチームのために戦ってくれた、そんな素晴らしい勝利だったというふうに思います。あと一つ、まあ、今日の試合をしっかり振り返って、今日の試合で浮かれるのではなくて、明日もう一回準備して勝ちを取れるようにチームとして戦っていきたいというふうに思います。でもこれは俺たちもプレーオフだから CS だから、どんな形でも勝たなきゃいけない。今まで、ね、こういう状況も多分リーシーズンの中であったと思います。 season, we face this type of tricky game and situation. 全部ひっくるめて今日の今よ、自分たちが何かを信じて、 believe in each other and what we've done.いい、チームでプレーして仲間に、仲間信じて、 believe in your teammates. チームでハードにプレーしましょう。 as a team, we're gonna play hard. じゃあ40分で全員で40 minutes, guys. 頼もう。 気持ちよっつよっつ、ファイトバスにはやっぱ最初からやっぱりもう1個目のスクリーンから引っかからないように強くプレーするっていうのが低い位置からだと相手勢い乗ってるから、オフェンスは全然いいシュート打ってるし、 With offense, we have no issues. We're taking good shots. リバウンド絶対こっちは取れるんだよ。 And rebound, as you see, we have full advantage. 強くプレーする、hey, もう一回ゼロゼロのつもりで、so、でチームで守ろう、チームで Use your feet. CS だよ、プレーオフだよ、タフだよ。Do you want to do it?Yeah.
一生応援をしていただいた皆様、合わせて感謝申し上げます。試合になることは分かってましたし、厳しい試合だったんですけど、本当に全員が、レギュラーシーズン60試合の経験を生かして、立ち上がりからエナジーを出したと思いますし、代わりに入ってきた選手たち全員が、プライドを持って戦った結果がやっぱ今日の試合だったと思います。まあ、本当に、次のステージに進めるっていう、また1週間、このメンバーでバスケットができるっていう、喜びを今はかみしめながら、次に向かって、戦っていきたいなと思います。川崎さんも、最後まで、本当に素晴らしいファイト、見せてきましたし、まあ、本当に嬉しい、気持ちもありましたけど、川崎さんの思いっていうのを自分たちも、しっかり、胸に刻んで、次に向けて頑張んなきゃいけないなっていうふうに思いました。まあ、60試合、今年は特に、シュートの部分は、本数も増やしましたし、まあ、レギュラーシーズン、入ってない試合も多かったですけど、まあ、その経験っていうのが必ず、今に生きていると思うし、何より自信を持って打つことが、まあ、本当に練習はしてきてるんで、その部分が一番だと思います。はい。まあ、本当に、天皇杯、これもまたセミファイナルで、一緒なシチュエーションで戦って、まあ、その時は本当に経験の差、1クォーターの入りでやられてしまったんで、その経験っていうのを、生かせる、本当に最高の舞台を育ったと思うんで、しっかり準備して、戦いたいなと思います。まあ、本当に2日間、僕たちが戦えたのは、ホームかのような、ビーコルブースターの応援だと思いますし、まあ、そういった思いを、また沖縄で、発揮できるように、そして、沖縄に勝てば、ファイナルは横浜2だと思うんで、横浜に勝って、帰ってこれるように、頑張りますので、また応援よろしくお願いします。 Go! ピーコー。本当にブースターの横浜ブースターにの方々に、三方囲まれて、もう本当にみんなと一緒に川崎に立ち向かっていく、そんな雰囲気の中で試合できたのが本当に心強かったです。クラブとして一つの歴史をみんなで作ったんじゃないかなというふうに思います。特にこの1回戦神奈川ダービー素晴らしい雰囲気でしたし、その中でしっかりと2試合勝ち切ることができたのはもう本当クラブの勝利だというふうに思っています。まずは一度体メンタルリセットして、今週いい準備して琉球に沖縄に乗り込んでいきたいなというふうに思います。特に天皇杯の準決勝で沖縄リーダーに琉球に負けたっていう、そういう悔しい経験があるので、それをしっかりこの CS の場でまた戦って、もう一度勝つチャンスをみんなで手に入れたことはすごい誇らしいことだというふうに思いますので、いい準備をして挑みたいというふうに思います。はい、いつも応援ありがとうございます。いよいよセミファイナル進出しました。皆さんともに、皆さんの思いとともに、そして今まで、B コールをつないできてくれた、いろんな方々の思いとともに沖縄に乗り込みたいというふうに思います。またみんなでセミファイナル戦いましょう。 Go! ビーコー。
まあ、横浜としては最初の初めての CS 出場だったんですけれども、最初に出たこの1回戦が神奈川ダービーっていうことは自分たちにとってすごく大きなものであったというふうに思います。横浜は、BJ リーグから始まって、同じ神奈川県に置く川崎のチームに対して、もう2011年から練習試合とかで毎年ボコボコにされながらここまでやっていきました。本当にもう太刀打ちできないぐらいのそういう時代をずっと過ごしてきました。で、我々にとってやっぱり神奈川ダービーで川崎に勝つっていうのは一つの目標でもありましたし、川崎のチームがあるからこそ自分たちはハングリーにここまで、神奈川の中でここまで来れたんじゃないかなというふうに思っています。なのでこうやって神奈川ダービーで CS 戦うことに関してはチームのクラブの歴史として一つ大きな一歩だというふうに思いますし、今節まで、今シーズン、結局昨日まで3勝3敗という天皇杯合わせて状況だったんですけれども、今日最後勝ち越して終われたっていうことはクラブとしてまた一つ歴史を作れたのじゃないかなというふうに思いますし、やっぱり今までライバルとして見られてなかったかもしれないですけども、そこに対してしっかり自分たちが地道にいろんな選手、クラブスタッフ、フロントの方々、ブースターの皆さんがここまで横浜 V コロセアーズをつないできてくれた、そんな思いを今回コートにぶつけて戦えたっていうことはまた一つ大きなことなんじゃないかなというふうには今思っています。